すごい実感ある。全然ああ。
次ぐらいで行こうぞ。Thank you.
ったらすぐに高速に動いていってください。
と、大きく全部この辺に乗って乗っても、乗らせたら Yeah.
手元にやってるのが、奥の部分に出てる、黄色い文字、はい、あれが、その、下の側の石井さんのところなんです。その、肉の石の一つだったら、一つだと思うんで、それが、ちょっと、次の一つの、Thank you.
しい。これなんかさっきから何回やってんの。Thank you.
は、あの、1分目、2分目、3分目っていう、この中で3分目当てたんですけど、その中で勝利っていうのが、あの、先を抑えた、その4対3とか、0対4とか、で、そこのチームごとの勝利を、ここに書きますので、ここでこう、2対0とか、2対1とか、入れ込みで書いて、2チーム目が始まるんですよ、この高校の中で、別のチームの組み合わせ。っていうのを繰り返していって、最終的に0対2から2対1から2対1に行く場合に、最終的な勝利を決めていきます。ということは、これ1チーム目なので、1チーム目の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 4点数というのがあるので、つまりその中で言うと、今の試合が4対3とか、次にここが4対0で終わったとなると、この試合はこっちに勝てないので、こっちに勝てないので、もうこっちのチームを入れて比較するためなんですよ。こっちのチームの A グループと、こっちのチームの A グループと、次は、こっちのグループの B グループと、こっちのグループの B グループと戦うんですよ。で、ここにまた2対4とか、0対4となると、こっちのチームを取り入れます。1対1で、なんでこれ見たの？ここ2チーム目なんですよ。要するに、それぞれのチームに3チームずつあるんですよ。この中に ABC、この中に ABC があって、でこの中で ABC が戦うんですけれども、この AB の中で、どちらか2勝、ABC の2勝を先に取った方が最終的な勝ちなので、最後に、今、こっちが1勝。A さん、B 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 さん、これは全部、これ全部、これが B です。
ちょっと一緒だな、ちょっと一体感の中で、ちょっと個人の中で、ちょっと、なので、たぶん、ルールはルールが一緒なんですけれども、たぶん、試合の全体的な長さがすごく伸びるみたいな、たぶん、そういう、その時のための、この予備が23なのかなって、僕は今思ったんですけど、なるほど。ちょっと何人いるかな。
こういう感じになってるな。で、基本的にこの体験なので、どっちかが移行した方がさっきは、だから無体実施どっちかっていうだけで、ね、食べるんですよ。ちょっと長くていいんだよ。ちょっと長くていいんだよ。ちょっと長くていいんだよ。そこはね、いいよ。そう、とりあえずちょっと。これだってさ、なんかこれ一番にガンさんなんでかあるやんけな、ここにね。そう、一番さんが、なんか、この土のところで、結果、4、3回、4で2回って、土のところで入れまして、ここを2にしてもらって、
今日の22番目と娘はないんだけど、ちょっと悲しいです。
ちょっと待ってますけど。だと思います。
Thank you.
Yeah!
¡Gracias!
Thank you.
Yeah!
昨日は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 大丈夫かな、もうこうしてもいいと思う。
ポーターを受け入れることはどうでしょうか。
じゃないですか。
水谷さんですか、さっきの車止めてるって言って後で来られた方、うん、まあ今もっていうか今日も2人ほど学校から来てる子が、それでもし学校の生徒倒れたってなって病院送りってなったら偉いことそういうことも含めて楽しんで
7コートも終わりました。